トーキングマウンテンのダッチです。今回は福岡県の平尾台を歩いてスパリゾートテルハというお風呂に入ります。今日歩く予定ルートはこちらです。天狗岩の方から、行きましてぐるっと一周してここに戻ってきます。それでは命大事に楽しく行きましょう。チャガード公園地駐車場からですね、道がいろいろあるんですけど、この目白鍾乳洞の方に行きます。はい、目白鍾乳洞です。で、この隣ですね、ここに細い道があります。こちらですね、平尾台来たーって感じですね。で、今からこうぐーっと行ってこれを上がっていきます。もう梅雨明け前のね、晴れ間ということでかなり蒸し暑いです。最初の山、天狗岩が見えてきました。ここからぐーっと上がります。目指す天狗岩があれですね、目の前です。で、気をつけてほしいのはこれですね、あの茨です。めっちゃとんがってますね。これはちょっとシャレにならないんで、これはなるべく避けて歩きたいですね。ちょっとこの辺茨ゾーンです。風がめっちゃ気持ちいいです。結構強いんですけどね、阿蘇の中岳に比べたらそよ風です。はい、到着です。天狗岩いただきました。ちょっと雨が降ってきちゃって岩が濡れてるので、まあ、遊びたいとこなんですけど、今日は眺めるだけで満足します。天狗岩残念、遊びたかったです。次の山がですね、桶ヶ辻です。多分一番奥に見えてる山ですね、あれが桶ヶ辻と。もうすでに雄大です、平尾台で。こっち側には平野が広がってます。うわ、もうさっきからね、雨が降ったり止んだり晴れたり忙しいです。あ、桶ヶ辻はあれですね、これじゃなくて奥だ、あの旗が立っているところです。あそこでした。はい、到着しました。はい、桶ヶ辻いただきました。はい、素晴らしい景色。あ、せっかくの平野が見えません。こんななっちゃいました。本当ならゆっくりね休みたいんですけど、いや、先に進みます。次の山は周防台です。もうすっかりびちょびちょなんですけど気持ちがいいです。ふぅあれが周防台かな。でもとりあえずあの森の中であの雨宿りします。もう足元がびちょびちょです。本当ぐっちょぐちょ。山宿りしようと思ったら晴れました。あの周防台からはね、いい眺めが見れるんじゃないでしょうか。ああ風と雨がすごいです。はい、到着です。周防台いただきました。お、なんとか景色が見えます。やった。そうそう、あれが見たかったんですよ、あの奥のね、あそこから見たかったです。いや、よかったよかった。で、次に向かうのが、四方台ですね。一番奥に見えているのがあれは抜山です。はい、中峠というところに降りてきました。まあ一休みできそうです。この周防台からのね、0.5 キロの下りが、マジで危ないっす。いつ滑るかわからないです。まあ、運よくね、こけなかったですけど、4、5回は、滑れそうになりました。もうね、腰が痛いです。
びっちょびちょです。いやー、足が気持ち悪いです。ぐちゃぐちゃ言ってます。ここが中峠でした。でここまっすぐ行ってですね、次の四方台に向かいます。ここ降りればね帰れるんですけど、いや正直帰ろうかなと思ってなんぼなんでもね、今からこの平尾台の魅力なんで、さすがにそれはもったいないので、ちょっと進みたいと思います。はい、でこっからですね入っていきますよ。うわー、また滑りそうです。まあでも今度は上りですからね、大丈夫でしょう。ここも下りはやばいですね。滑り台です。いやー綺麗、これぞ平尾台の風景です。四方台は目の前です。で、あれが抜き山ですね。はい、到着です。四方台いただきました。はい、では最後に登る山が東ヶ峰です。ここをね、まず抜き山方面に歩きます。そしたら、左に行く道が出てくるはずです。地図で確認しました。ここをこっちですね。この看板が目印ですけど、だいぶ草むらです。大丈夫でしょうか。おお、舗装路になりましたね。やったやった。地図で見る限りはあとずっと舗装路っぽいですね、東ヶ峰まで。いや平和です。カルスト台地を歩いているとは思えませんね。で何の標識もありませんけど、ここ入ります。赤いテープがありますね。ここを上がるとすぐ、東ヶ峰のはずです。山っぱありがたいです。ザ・低山って感じの登山道ですね。落ち着きます。道はねあんまりはっきりしませんけど、赤テープがしっかり貼ってあるので、まあ地図もね合わせてみていけば大丈夫ですね。まさか今日こんな道を歩くとは思いませんでした。お、標識がありました。大平山方面30分と。あは、おやおや、着きましたね。東ヶ峰いただきました。まさかこんな山頂だとは思いませんでした。ただこの先にね、展望台があるので、これ見に行こうと思います。それにしても雲の巣が全然ないですね。誰か歩いた後なんでしょうか。はい、景色が広がりました。この先が展望台でしょうか。着きました、東ヶ峰展望台です。まあいい眺めなんですが、ここまで来るの結構大変なので、もう来ないかもしれません。では東ヶ峰の山頂にまた一旦戻ります。はい、戻ってきました、東ヶ峰で、さっきの大平山方面ですね。これですね。で行きはこっちから来ましたね。でこっちに行きます。いや東ヶ峰全然想像してた山頂と違いました。もっとこうバーッと開けて平尾台らしい山かと思ったら、もう行かないと思います。いや早くここを抜け出したいです。わー、タヌキです。
わあ、かわいい。行っちゃいました。それにしてもね、急ですし、なんか景色もないし、長い。早く抜けたい。やっと平尾台に帰ってきました。いやー、雄大。初めて来た時は、遠画面に行きたかったんですけど、あの標識は見えなかったんで、あれですね。あれが、遠画面だと思ってました。まっすぐ行っちゃったんですけど、スルーして正解でした。もう行きたくないです。では大平山の方に向かいます。でここまっすぐ行くと大平山がまっすぐあるんですが、ここをこれですね、茶ヶ床園地。よし、帰ろう帰ろう。はい、無事登山終了です。茶ヶ床に着きました。では使ってきます。はい、テリハーリゾートスパさん、大変いいお風呂でした。まあ、1090円とね、ちょっと高めなんですけども、いろんな種類の露天風呂が楽しめました。中でもね、炭酸風呂が気持ちよかったのと、水風呂がね、14度で、めっちゃ冷たくて、これも最高でした。この動画が参考になったら、高評価ボタン、チャンネル登録お願いします。では、次の登山も命大事に楽しく、行こう。